はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はダークビジョンズ後半ステージ雷風の広域フルスコアカンスト攻略解説やっていきたいと思います。雷の物理であればケルが一択かなと思います。もう一人ですね、チェインとアタッカー、フィニッシャーになるキャラクターがいるとかなり楽にカンストが取れるかなと思います。今回はスコールでやっていこうと思います。まずは立ち回り紹介していこうと思います。一旦ですね、敵が魔法無効というところなので、桜のような雷でチェインをつなげられないという形になりますが、デバフは入りますので、まずはバーストを使って適当なアビリティ、最後は味方全体に雷属性の付与を行っていきたいと思います。桜を使ってみると、こんな形ですね。マジックレジストという形でダメージは入りません。しかしながらですね、見てみると雷のデバフはちゃんと入っておりますと。で、続いて舞姫リン。リンはですね、BS 後のアビリティに物理アビリティがありますので、魔力依存ではありますが、無効化されることはありませんので、27ヒットのチェインを稼いでいきたいと思います。それに合わせるのはスコール、グループ16を3回使っていきましょう。ケルガーはトリプルを使ったグループ1を3回。それに合わせてエッジはトリプルを使ったグループ1を使っていきます。で、まずはこのキャラクターたちを使ってチェインを稼いでいきましょう。で、最後ですね、ティナでエリアの展開を行いたいんですが、1ターン目にやってしまいますと、敵に上書きされてしまいますので、まずはギミック対策、人造浜石を使っていきたいと思います。敵の魔法攻撃を無効化していきましょう。こんな形ですね、渦潮という形で水のエリアを展開されてしまいますので、こちら先にティナを使ってると上書きされてしまいます。なので必ず2ターン目以降にエリア展開は使ってください。で、闇属性の攻撃はティナが闇耐性 200% 以上で無効化しているような形となってます。 100% 以上で無効化が可能です。続いて2ターン目、ティナはこちらラムーンを召喚してエリアの上書きを行っていきましょう。続いてケルガーは、ルパインハウルを使って威力加算の5000を入れていきたいと思います。そしたら、リンちゃんはですね、こちらリヴァイアさん採用しておりますので、リヴァイアさんのギミックでバオタが 80% の水属性バフを味方全体に巻いていきましょう。サクラは BS をしてエターナルライズ、味方全体のステータス LB 雷の威力アップバフをかけていきたいと思います。続いてエッジ、エッジはマスクラを入れている見せてやるぜ、最終的には 89% のステータスの防御デバフ、160% の雷デバフが4ターン目に入ります。で、あとは適当にですね、ちょっとバーストストーンを出しながら、リンの LB ゲージを貯めていきたいと思います。スコールも同様にグループ16を使って少しながらリンのバーストストーンのお手伝いをしていきたいと思います。で、そしたら、リンちゃんに溜まることを願いつつ、いい感じで溜まりました。で、続いて敵の攻撃は、水属性の攻撃をやってきますので、エッジだけちょっとダメージをもらってしまいましたが、5000未満に抑えられましたという形になってます。ちなみに水のバフは 5%、デバフが入ってこんな形ですね。元々の水デバフは0で、80% の水をバフがかかって 5% という形なので、75% のデバフをもらっているような形となってます。続いて、3ターン目。ケルガーは一旦ここやることないので分身を付与しておきたいと思います。で、スコールは、アクスターか、霊源のスパトラを使って威力加算の3000を入れていきたいと思います。そしたら、サクラ、ラムーンを召喚してデバフエリアを展開していきましょう。で、リン、LB を使って、水星系キラーの 150% のキラーを味方全体に付与していきます。エッジはやることないので、防御していきます。ティナは最後敵のギミック魔法攻撃飛んできますので、魔法の無効化を使っておきたいと思います。必ず、ティナを最後に押していただければと思います。フリーズ、氷属性の魔法攻撃を無効化しているような形となってます。では最後4ターン目やっていきましょう。4ターン目はケルガスーパー LB のタッグアタック、リン、グループ16を トリプルの27ヒットで使っていきましょう。で、それに合わせてエッジ、トリプル使った、グループ16を3回選択していきます。サクラは、トリプルを使ったグループ16を選択していきましょう。スコール、スーパー LB となっております。では早速やっていきましょう。タイミングとしては、スコール上の3人、ケルガという形で押していけば問題なく、いいかなと思います。
さあ最終的なダメージ、まあラストで100チェイン出ますので、特に道中100チェインを気にする必要はないかもしれませんね。さあダメージは39億という形でフルスコアとなります。桜の装備構成を紹介していきましょう。まずはですね、気をつけるべき点は先ほども申し上げた通り、水属性耐性を 20% というところを意識した装備構成となってます。あとは幻獣ゲージが溜まりやすいようにバーストストーンがバハムートシナジーや、こちらイサールのトラマスで、 BS 後も同じような装備構成となってます。ビジョンカードは特になし。続いてリン、表の装備は何もなし、 BS 後はバーストストーンがよく溜まる装備構成とアビリティ構成となっておりました。続いてケルガー、ケルガーは、なるべく装備の難易度を落としました。アビリティ、ブグ倍率、 LB はマックス、水星系キラーは275の装備構成、こちらは、ストーリーで獲得できるもの、イベントで獲得できたものですね。で、アビリティはこんな形となっております。ビジョンカードは、レナ、飛竜への思い、固定値300をつけてます。続いて、エッジ。まあ、少しね、LB を意識して火力貢献させようと思いましたが、別に必要なかったかなと思いますので、ダメージを抑えるためにも水耐性を少し 20% だけでも入れてあげていいのかなと思いました。必要であれば、ちょっとダメージが足りないよという方は、LB ゲージを最大貯めて、まあ、一旦通常の LB、13,500 のフィニッシュ技を使ってもいいのかなと思いました。続いて、スコール。スコールはアビリティ、ブグ倍率、LB はマックスで、水星系キラーは250の装備構成、基本的には配布の装備構成。まあ、ここだけね、スパトラを使いましたと。まあ、アクスターのものでも OK です。で、アビリティはこんな形。まあ、大人のミリキをつけて固定値の500上げているような形となってます。ビジョンカードは役者デビュー。続いて最後、ティナ。ティナは引き付け回避 100% の装備構成と闇属性耐性を意識した装備構成、アビリティ構成となっておりました。人造浜石をお忘れなくといった形でフルスコアのカンスト攻略となっております。個別ダメージを見ていきましょう。ケルガーが22億、スコールが17億といった形となってます。ダメージが足りなければ、エッジも LB 参加させていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあ、またねー。